あの子にドーロップ決めるまでは帰れません。ダダースダダースナスナダース、ひでくん、ちょっと、霊夢とマリサいきなりドロップキック決めるなんてどうしちゃったんですの。なんかさ、私たちのこと、忘れてるんじゃねえですの。忘れてるわけねえじゃねえですの。11月の鬼滅の刃のニュースは何回あった？鬼滅の刃一番くじレビュー1回あったですの。レビューじゃなくてニュースは？やってねえですの。コミュニティでアンケート取ってやることになった鬼滅の刃クイズは？ネタは考えたですの。無限列車編の映画レビューは？7割くらいできてるけど、もう1回見直してから作ろうと思ったら例の猛威が振るっててなかなかいけないんですの。時間もなかなか取れなくて。サブチャンネルも更新してないわよね。写真ちゃんに撮る場合か。写真ちゃん面白いですの。更新頑張るから許してちょ。どうする？マリサ、焼き土下座で許してやるか。いやー。ということで、ウプ主が本当作業遅くていつもすみませんですの。ニュースに行くですの。皆様こんにちは。こんばんは。マリサです。霊夢です。もう12月になっちゃったな。霊の猛威で今年は本当あっという間だったね。来年にはワクチンできて平和な世の中になるといいな。頑張って乗り越えましょう。それではニュースに参ります。まずローソンからですの。2020年12月15日から2021年1月4日までマイレージキャンペーンが行われます。対象商品を1点購入ごとに、1スタンプが貯まります。対象商品はどん兵衛きつねうどん、どん兵衛天ぷらそばなど、どん兵衛が対象のようです。炭治郎のポップが目印なので探してみてくださいね。ポンタカードもしくは D ポイントカードが必要ですのでご注意くださいませ。どん兵衛で年越しそばってことだな。スタンプ1個でオリジナルクオカード1000円分が抽選で1000名様に、スタンプ2個でオリジナルブランケットが抽選で700名様に、スタンプ3個でオリジナル倉敷ハンプミニトートバッグが抽選で300名様に当たります。応募方法は例のごとく動画概要欄にリンク貼っておきますね。そして、鬼滅の刃、恵方巻きの予約が2020年12月15日から2021年1月27日18時であります。恵方巻きはあるでしょうな。これ何か特典つくの？オリジナル日輪刀を端がつきます。税込み1480円です。食べづらそうだけどこれは欲しいな。ぜひ買いたいぜ。炭治郎と禰豆子の節分ロール、アンデスメロン&アマオウイチゴ、も発売されます。オリジナルステッカー付きで税込み500円となっております。また、後日恵方巻き関連のスタンプキャンペーンも行われるようです。そして、12月1日から、鬼滅の刃、みかんが発売されております。オリジナルクロス付きで税込み498円でスープ主は買いました。レビューやるのかな？一瞬で終わりそうなので23巻レビューと一緒にやるのがいいかもね。はい、ローソンはまだありますよ。相変わらずローソンすげえな。2020年12月24日からオリジナルグッズが発売されます。スタンプ全6資格税込み550円。ラバーストラップ全13種、税込み各660円。アクリルキーホルダー全15種、税込み各660円。カナオちゃんがいる。A4 クリアファイル3枚セット税込み1100円。カナオちゃんがいる。カナオちゃん関連は全部買うだろうな。わら。ロッピー、HMV&BOOKS オンライン限定予約商品もあります。缶バッジ5個セット全3種、税込み各2200円。B にカナオちゃんがいる。もうええわ。メラミンカップ全1種、税込み990円。カナオちゃん。あとローソン限定じゃないですが、ローソンで売るグッズも紹介します。座らせたい1440円、2頭身のデフォルメフィギュア第1弾です。12月1日から発売されています。座らせたい2440円、デフォルメフィギュア第2弾で12月29日から発売されます。シール列伝660円12月5日から発売されます。1袋にシール1枚が入っており22袋で1セットになっています。22枚はお得感あるな。ユラフはランダム缶バッジフラワーバージョンボリューム112月12日から発売で440円です。柱バージョンの第2弾も同じ日に発売されます。アクリルチャームも同じ日に発売されて660円です。こちらも柱バージョンの第2弾があります。アドバージモーション12月14日から発売で550円です。キリエシリーズ巾着12月15日から発売で1320円です。ふわコロリンビップに12月19日から発売で4180円です。
これ可愛すぎませんか？これ可愛いな。高いけど欲しい？キャラクターカイト12月19日から発売で858円です。鬼滅模型、かまど炭治郎12月22日から発売で2860円。トゥインクルドーリー12月28日から発売で660円。ポーチコレクション112月29日から発売で330円。情景の箱、その1の編12月29日から発売で990円。これもいいな。欲しいぜ。全集中、札取りカードゲーム12月29日から発売で1650円。はい、以上がローソンで取り扱うグッズでした。長かったな、わら。6時間くらい経ったかな。次のニュース参りましょう。全集中展についてのニュースです。12月分の開催地域をお伝えします。福岡では12月2日から12月14日まで、兵庫では12月17日から12月26日、静岡では12月29日から2021年1月11日で開催されます。それ以降の開催箇所については後ほど鬼滅の刃カレンダーで紹介しますね。この展示会は何ができるんだ？鬼殺隊に入隊して鬼と戦います。一瞬でサイコロステーキになる自信あるわ。冗談に決まってるでしょうが、わら、ナタグモ山での核呼吸を大画面で体感できるなど、テレビアニメ、鬼滅の刃、を全集中させた展覧会です、とのことです。なるほどな、東京でやるときは行きたいな。東京は春にやるらしいです。次のニュースです。鬼滅の刃今日のお仕事にです。12月26日から2021年3月14日まで各会場でオリジナルのコラボメニューと、オリジナルグッズを販売するそうです。開催場所は、東映うずまさ映画村、京都鉄道博物館、嵐電の四条大宮駅、嵐山駅、また、京都の街中を巡るキーワードラリーも予定しているそうです。そうだ、京都、行こう。何年も行ってないな。前回は安倍の生命の生命神社行って楽しかったね。レッツゴー陰陽師も流れてて。流れてねえよ。ということで京都行きたいですな。次です。桔梗屋の桔梗信玄餅が鬼滅の刃とコラボします。炭治郎、禰豆子、善逸、伊之助、義勇の前後種で価格は税込み各1728円となっております。購入した商品と同キャラクターをデザインしたショッパーが、1点につき1枚プレゼントされるそうです。こちらは12月1日から発売されており、ニューデイズ立川、八王子、国分寺、町田、甲府、ブックエクスプレスビラハイ島、桔梗屋甲府本館、桔梗屋東次郎一宮店他で取り扱われ、販売店は順次拡大予定のようです。桔梗信玄餅うまいよな。工場見学も前に行ったよね。また今度行こうぜ。次です。リカちゃんと鬼滅の刃がコラボします。これはすごいな。似合いすぎやんけ。かまど禰豆子なリカちゃんとかまど炭治郎なハルトくんです。2021年5月から発売で各9000円となっております。日輪刀もついてます。このクオリティなら納得の値段だな。人気出て他のキャラも出るといいですね。はい、最後です。明日12月4日の鬼滅の刃最終巻23巻が発売されます。いやー終わらないでー。でもこれだけ人気出たので Z、GT、スーパーと続くのではないでしょうか。出たら嬉しいけどないだろ。でも後藤家先生の鬼滅の刃の元になった漫画、かがりがり。では日本だけじゃなくて海外から吸血鬼来てたよね。そう考えると少し希望はありそうだな。まあ今後のことはわかりませんが後藤家先生お疲れ様でした。素敵な作品をありがとうございます。そして残念なお知らせが、最終巻をもって鬼滅チャンネルも終了となります。うぷ主の次回作にご期待ください。鬼滅の刃が終わったらこのチャンネルも終了では。鬼滅って最初の方の動画で言ってたけど、これに鬼滅っていう意味で鬼滅をもじったわけじゃないんだよ。苦しいけどな、わら。しかも鬼滅の刃はまだアニメも何期もやるだろうし映画化もおそらく数回あるでしょう。しかもチャンネル概要欄にもあるけど、うちのチャンネルアニメ関連なのでずっと続けるよ。あ、こりゃまた失礼しました。では取り消します。ビビったわ。フィグアツシ同梱版買ったのでレビューもしないとですね。前回ネットで買って2日くらい遅れてたよね。23巻もネットでだいぶ昔に予約しちゃったのよ。発売日に送ってきてほしいわな。同時に鬼滅の刃外伝も発売されますのでこちらも一緒に買いたいですね。絶対面白いと思うよ。本当ニュースを更新してなくて申し訳ございませんでした。あと霊夢が勝手にチャンネル終了のお知らせ出してすみませんでした。私台本読んでるだけだもん。台本があるのか。
やらせか。やっぱ焼き土下座だね。そうするか。いやあ。ということで最終巻気合い入れて読みましょう。終わるのは悲しいけどね。あ、そういえば12月中に鬼滅の刃血風剣劇ロワイヤル出るって話あったけど、多分クオリティ調整とサーバの負荷を調整してるんではないですかね。来年春か夏くらいと見てるわ。なんでそう思うんだ。地獄見てきたからじゃない。私 JK だけど、ヤリラフィー世代ですけど。あ、はい、後で焼き土下座しますね。それでは全員集中。あ、カレンダー忘れてた。焼き土下座決定だな。